完璧だこれ。おはようございます。完璧ですね。何月何日のどこどこの、移動日、コンペやるからゴルフからみんな送ってねみたいな。え、シーズン中にコンペやるのみたいな。こんにちは、松川チャンネル始まりました。今日はですね、待ちに待ったこの方とのコラボです。ではお呼びします。ココリコ遠藤さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。待望のコラボです。本当にありがとうございます。本当にこちらこそありがとうございます。松坂大輔君と一緒にゴルフができるって本当に僕はね、YouTube やってて本当に良かったと思います。僕も本当にもう遠藤さんのチャンネルも初期からも見させていただいて、それをね、なんか言っていただいてて、はい、でうちの方がもう松坂陣営にすぐ連絡させてもらって、はい、このような場ができました。ありがとうございます。いや、行ってみるもんですね。いやいや、こちらこそですよ、はい、本当にもう、10番11番は、遠藤さんのチャンネルの方で、はい、始まってますので、はい、ぜひそちらを見てからまたこっちを見てもらえたらと思っています。そうそう、ね、はい、ここまで本当にパー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 ということでございまして、はい、イーブンです。私は松坂君が勝ったら僕が、もう最高級の松坂牛をご馳走するということで、はいはい、僕が勝ったら遠藤家ファミリー全員で、ボストンにエアー台から何から全部招待してくれるということになっております。はいはい僕が勝った時には、はい、松坂牛を食べる時、はい、家族を呼ばせていただきます。すいませんね、ファミリー同士のね、そりゃ、ね、そうなっちゃいますもんね、はい、うわー、働かなあかんな、一生懸命一応もう一人の差とかもあるんで、一応こう、はい、T グラウンドで毎回こうコイントスでね、はい、バックかレギュラーかっていうのやってます、ね、はい、決めさせてもらってます。じゃあここも僕やっていいですか。いいですか、はい、お願いして、せーの、ぴょんぴょん、さあどっちだ、いきます、せーの、あー100だ、バックってことはバック、バックティーですね。いや、よろしくお願いします。はい、ここからよろしくお願いします。いきます、お願いします。はい、お願いします。あー、そっち行っちゃったか、ダウン。あー、ちょっと大きい、ちょっと、あー、すごい上まで行って、落ちてこい。うわ、止まった、斜面で止まりました。やべー、すげえ斜面、多分こんなになってる。やばい。ちょっと風が分かりづらいですけど、一応フォローと読んで7番アイアンで、7番アイアン、はい、うわ、あー、左行っちゃった。あー、ちょっと左だ、ダウンダウンダウン、これ見えない、枠の中だった。いや、なんか斜面の方行きましたね。ですよね、あれボールですね、多分。あ、そうやね、あ、ボールです。 あれ超えてないね。セーフ、うわー、セーフだけど何してる。セーフだけど何してる、ね、180だったんですけど、まあフォローをまあ見てで7番で打ちました。だいたい普段もそれぐらいの距離って7番アイアンで、まあ100、まあだいたい6番アイアンでまあ180ぐらいですかね、108か185とかなんで。そっか、はい、だって俺が身長188なんですけど、だからそれって結構ね、大きい方でしょ。そうですね、うん、あれ聞き間違えたかな。だいたいタイガー打つと、ね、一緒、ほぼ一緒ね。僕身長182なんですけど、だから多分だからそれ間違ってると思うよ。あ、間違ってるんですかね、うん、だから俺もだからいつもまさかずっと182とかになってて、はい、もっと、ちょっと俺が188だから、8だからもっとあるはず。そう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 、そっか、なんでだろうな。でも野球選手ってこうね、逆に大きく見せたい人多いけど、はい、あ、嫌なのかな、ちょっと大きすぎるのもね、やっぱりなんかね、はい、嫌かなと思って。すいません、166です。ちっちゃいです、ちっちゃいです。ちょっと待って、これあーで も, いやーでも僕もちょっと良くはないですね。お互い良くないですよ、これは。下がちょっとなんかね、そうですね、なんかちょっと芝が薄くて、うん、これしかも上げらんないだろうな、あれじゃ。自分を信じて。どまい、やばい、これはいけない残し方をした。下がね、下
下が相当緩かったですよね。いいとこだよな。うわーなんで、うわ嘘。あそこも芝が薄いからアプローチ3打目結構難しいです。うまっうまっ。うわースライスか。よっしゃ、おはようございます。しっかり打った。え嘘来た。ええうわーナイスタッチ、ありがとうございます。これ OK です。うわー、いやこれは OK。 これはもう絶対入れないといけないボギーパットですよね。だからね、OK、ナイスです。いやあのショートパットよくできんな。俺のこれ右だけの、はいはい、まだなんとなく長い距離だとこうまあその本当なんとなくでいいんですけど、ちょっとずれるとそのずれってはっきり出るんで、出る出るね。いやそうか、あのショートパット本当にスムーズですね。めっちゃスムーズ。これあのよくコメント欄とかでも江戸さんイップスなんですかとかって結構書かれるんですけど、全くイップスでも何でもないんですね。全くもう全然打てるんですけど、右だけの方がこう感覚が出るというか、はいはい、まっすぐ引いてまっすぐ出せるっていうイメージがあって、よしよしよし、あれ、え一番得意クラブって聞かれたら何？でも僕はアプローチ好きなんですよ。やっぱね、だからゴルフ上手いんですよ。はい、だからなんかドライバーのミスショットするよりも、うん、ああいうアプローチのミスショットした方が結構きます。なるほど。あれなんで、はい、っていうね。はい。じゃあすいません、ここもいいですか？お願いします。じゃあここも。ピーンいきます。頼む、裏来い、数字くんな、数字来たよ。ここもバックティー出たよ。394、はい、長いですね。ちょっと長めの。いやなんだろう、あのでかいの濃い、なんだろう、結構でかい魚いますよね。お、なんかいる、はい、めっちゃでかい魚がいる。なんだろうあれ。なんだろう。あれなんだろうの YouTube にする？変えますか？ゴルフやめて。急にあれなんだろう。あれなんだろう。ドライバーそれはね。これね。ここはちょっとあれですね。距離残してでもやっぱセカンドをあれですね、打てるようにしたいんですよね。ね本来は。ヘアウェイにねしっかり置いておきたいですよね。うわー、そっち行っちゃダメなんだけど、止まってよ。でも左ラフ大丈夫ですね。あ、なんかキック悪くないですか。ちょっと嫌なキックしましたね。嫌なキックしたね、これ。うわ、うっそやん。じゃあ引っ掛けたな。うわ、完璧だこれ。あざす、完璧ですね。え、これね、今これパラダイムコマーシャルかなんか撮ってたら今これ。いや、ほんとちょっと CM になりそうですね。いや、今の CM になりますよ、はい、本当に。キャロウェイさん、キャロウェイさん、お待ちしております。いや、ほんまに今のでパラダイムって言ったらもう本当に買う買うってなるよね。ないっしょ。ありがとうございます。いい弾道でした。来た、はい。メジャーリーガーの人たちもゴルフする人多いでしょ。多いですね。ピッチャー、野手も限らず、はい、好きですね。好きな選手多いですね。やっぱり今更なんですけど、はい、日本とアメリカの野球の違いってすごい大きくあると思うけど、はい、その野球外の過ごし方も全然違う。違いますね。まあ、1年目からもうびっくりさせられたんですけど、うん、まあ、もちろんその遠征先でも全然ゴルフできるので、うん、僕らやる選手は、普通に荷物出しの時にゴルフバッグも出すんですよ、うんうん、はい。日本だとありえないですね。そう、絶対ありえないですね、はい、遠征先でやりたかったら、うん、自分で送ってくれと、コンビニとか。でもアメリカは全然普通、他の野球道具と一緒にゴルフバッグも出せますし、何月何日のどこどこの、移動日、うん、
コンペやるからゴルフからみんな送ってねみたいなえシーズン中にコンペやるのみたいなやっぱその今回の WBC の日本もそうだけど、はい、なんかダルビッシュさんとかやっぱ大谷さんとか来て、はい、こうなんかこう楽しむみたいなのがね、はい、こうなんかこう今までのこうなんか僕たちが日本代表のイメージとなんかだいぶちょっとこう雰囲気が変わったというか、そうかもしれないですね。楽しみましょうよとりあえずっていうね、はいはい、あれがなんかああいう結果にねいや繋がったと思いますね。まあ、僕らの時はその日の丸背負いことをこう、うんまあ、意識することで、ね、うん、あのこうなんですかね、こう気持ちもこう引き締まるというか、う、ね、はい、いいパフォーマンスにつながったと思うんですけど、うんうん、全然その時の雰囲気も違いますね。そうだね、はい、WBC のチャンピオンですからMVP どっち両方取ったんだっけ。いただきました。やばいそれ本当にちょっとすみません、私ボール探してきていいですか。そうです、多分この辺なんですよ、この辺なんですよ。こうですね、この赤く、あ、うわーここそんな狭い、あれ、まあ、ボールがいっぱいあるけどちょっとあれじゃないですよね、多分もうちょい俺と同じような人がいっぱいいるんだよね。なんだ、あ、ここは違いますよね。あー本当なんかこの境目に落ちた感じでしたよね。そうね、でもここに跳ねてこっちだったらちょっとキックしてこっち行っちゃったか。キックが確かにっぽいね。じゃあこれこっからはい行きますね。はい、ちょっとボールの上でこれで行きます。これ行きます。何ヤード飛ぶんだろう何ヤード飛んだ、バシャバシャこれでいい。はい、もちろんこれで、すいません、はい、残り134。いい音これも。ダウン、いいんじゃないですか。あ、ちょっと大きいか。でも乗りましたね。ナイスです。ありがとうございます。80。残り80のフォロー。まあ、でも奥はちょっとあれなんで、まあ、手前から。うまいよこれ。うわ最高。止まって。マイユー。ありがとうございます。ナイスです。僕も乗ったんで一応パーパット出るんで、そうですね、パーチャンスですね、はいはい、パッとパー行きたいですけどね。ちょっとあーちょっと弱いか。止まって、まあまあナイスです、ナイスタッチです。結構やっぱ右にね。さあバーディーパット、むずっ、分かりづらいな。いや向こうから見たら本当いやあんまりだからあんまり切れないような気もするんだけど、でもよかったら垂れるな多分。カモン、うわ落ちなかった。いやうわ完璧だと思った。どんまいオッケーです。それでいただきます。ナイスパー、ありがとうございます。オッケー、ナイスです。ありがとうございます。ナイスボギーです。ありがとうございます。おーナイスボギーやね。はい、ナイスボギーです。いやー、ドンマイパーですねいや、痛いな。いや、今のはちょっと今ので1打しか変わってないですもんね。はい、これでかいわ。そうですね、結構疲れてますね気持ち的にやっぱりあの緊張感があってすごいあのいいゴルフだと。いやいや、こちらこそ本当にありがとうございます、はい、今のでかかったです。そうですね、今のところクブクリーンバーディー来るかなと、俺もダブまであるかなと思ってやっぱ、ね、はい、池ワペナーになっちゃったんで、はいはい、そうですね、そこでパーボギーでやっぱ1打差で粘ったっていうのは、はい、今トータル1オーバーの2オーバーでしょ。はい、そうです。次が14-15ホールがじゃあ僕の方のチャンネルで、はい、これまた遠藤さんの方のチャンネルで行くので引き上がらせていただきます、はい、最後はもうまた、はい、その後はまた僕のチャンネルに戻ってくる。決着ということで、はい、まあ、楽しみながら。そうです ね、はい、ゴルフは楽しんで。そうです、まずはエンジョイですね。まずはエンジョイ、はい、楽しく楽しく、はい、アッパーアッパーでいきましょうじゃあまた次行きましょう。はい、ありがとうございました。うわー、うわ、あの顔はひょっとしたらガー出るかもよ。